はいどうもこんにちは、翔平です。2017年、僕が1年間でどれだけ体に変化が起きたか、今日は皆さんにご紹介したいと思います。実は僕、筋トレするたびに毎回自分の体をシャメで記録してまして、で僕最初めっちゃデブだったんですけど、それからさらにちょっと増量して、で、ゆるーく徐々に減量してって、どれぐらい変化があったのかっていうのを今日は皆さんにお見せするんですけども、サムネで気づいた方も多いと思うんですけど、あれなんで実家にいんの、実家の絵じゃねって思った方多いと思うんですけど、はい、こちら実家でございます。実家へ帰ってきました。リリー10日から営業なんですけど、僕は5日から成人式のお客様のためにちょっと営業早くスタートさせるので、ちょっと早めにお休みをいただいております。本当にこの1年間はたくさんのお客様に来ていただいて、でありがたいことに僕半分以上が既存のお客様で、自分の技術で本当にたくさんのお客様に喜んでいただいて、これまでやってきた自分の技術に対してすごく自信の持てる1年になりました。本当に皆様ありがとうございます。はい、ということで、まあ年末ね、あともう少し、この動画今年最後か2番目かの動画になると思うんですけど、早速お見せしていきたいと思います。どうぞ。はい、ということで早速お見せしていきたいと思います。まずですね、観測始めたのがこの2月10日ですね。もうすごいですよね、いろいろと肉がこの時点でも結構ね、すごくて、まあ、ダイエット始めたのは去年の10月に始めて、で、まあ、そっからちょっとだけお肉を落として、でそっからちょっとね増量を始めて、まあ、そっからが2月10日ですね。ここは増量期でございます。で、まあ、この時から観測始めて、まあ、5日後ですね、この下のお肉とかすごい恥ずかしいんですよ、これ見せるの恥ずかしいんですけど、お肉とかがねすごいここちょっと乗っかってる感じがありますね。はい、で次、あ、もう1ヶ月経っちゃいましたね。そう、カットの旅とかでね、なかなか筋トレする時間がなくて、でそっからまあ旅行ってジム行ってみたいな感じで、旅中はねなるべく、まあ、筋肉痛じゃなかったので食事を抑えたりとかして、まあこんな感じですね。はい、あれいきなり飛んじゃったの4月あんま撮ってなかったみたいですね。はい、旅で撮ってなくて、で4月もこの時点で結構ねお腹がスラッとしてきましたね。はい、で、次が4月13日そんな変わんないですね。まあ力こぶもちょっとどんぐらい発達か見せながら、で、次が4月21日ですね。こちらがねだんだんなんかもうお肉がなくなってきて、筋肉がこうなんか出てきてみたいな、リーンバルクじゃないけど、まあちょっとね、脂肪を落としながらちょっと筋肉を増やそうかなっていうので、まあ、こんな感じでやってましたね。だんだんこの頃から筋肉が見えてくるようになりましたね。で次5月11日ですね。って感じ。はい、5月15日こんな感じ。18日3日後ですね。そんな変わんないですね。ここら辺はね本当にもういくら筋トレしてご飯食べてね、そんなに脂質取らない食事をしてもあんまり変わんなくて、結構悩んでた時期ですね。俺本当に痩せんのかなみたいな。あとね5月、はい、22日、はい、5月31日まあちょっとねぽっこりお腹が、はい、6月ですね、一気に飛びます。ここから6月15日、これ銭湯行った時かな。はい、まあちょっとねお腹のなんだろうな、脇らへん、ここらへんがちょっとなくなってきたかな感じです。あ、次7月、ちょっと飛び飛びですいません。あ、こんな感じで、こっから6月15から7月5日、これはね結構なんかだんだんここのくびれが出てきて、ちょっと痩せてきたかなっていう感じしますよね。はい、7月5日で、はい、いろんな角度から撮るようにしてます。7月5日、では次1ヶ月後、はい、こんな感じです。見てわかる通りですね、腹筋がだんだん見えてきましたね。この頃からねいい感じに痩せ始めて、で確かねジョジョダイエット始めたのもこの7月5日らへんからなんで、まあゆるーくねダイエットしてだんだん腹筋が割れてきました。まだねちょっとでも肉感がね乗ってる感じありますよね。8月1日、で次、9日後、結構ねこの差大きいかなって思いますね。なんかだんだん痩せてきたんじゃないかなっていうので、はい。
で、8月18日、これは実家帰った時ですね。もうなんかね、ここ、なんていうの、ズボンに乗ってるお肉の感じがなくなってきましたね。ちょうどでも割と最近ですね、これは。で、まあ実家から、戻って、またジムですね、これは。うん、だんだんなくなってきたかなっていう感じ。はい。まだでもちょっとあるね、お肉が。あ、でも一気にここから、はい。大体1週間ちょい後ですね。9月2日。これね、なんか、だいぶね、腕の筋肉じゃない、お肉とか、だんだんなくなってきました。全体的にちょっと、まあ、いい感じにこう、シュッとまとまってきたかなっていう感じ。はい。はい、で、9月9日。ここ、もう、厚みはね、なくなってきましたね。だんだん、ここの、なんだろう。ちょっとペラッとしてきた感じ。コアラさんの動画見て、ラムネ食べながら筋トレしてました。糖をね、切らさないようにやってました。はい、9月9日ですね。はい、9月21日。まあ徐々になんかこう、腹筋がね、だんだん見えてきましたね。肉が本当に、こっから本格的に落ちてきましたね。僕のジョジョダイエットも確かこっから1ヶ月前、観測の1ヶ月前だから、かなりね、こっから厳しくしたと思います。はい。もう1日炭水化物はそばだけとか、もう脂質はね、10g 以下に抑えて、かなり節制しておりました。で、次、はい。9月27日。何？ズボンのこの緩さ、そして、お腹のね、このズボンに乗っかってたお肉がなくなってる感じ。これも先頭前。後ろの膝がちょっと危ないですね。はい。で、これが9月28日、次の日か。次の日ジム行った時、この、見てこのウエストの細さ。結構これね、減量も、末期ではいかないですけど、かなりね、1日の食事量が少ない時ですね。まあ食べてないんで当然お腹も出てないんですけど、まあそんな感じで、これはね、かなり、もう自分の中でもそろそろいいんじゃねっていう感じ、ウエストの細さ。はい、こんな感じですね。で、10月4日、はい、こんな感じで。10月13日。もうね、これ、光当たってないところでもう腹筋割れてるって思って剃ったやつですね。はい、10月17日。こんな感じで、もうね、もういいだろうって、この、顔のね、感じ。すごいね、ここがこう、ペラッてしてきて、剃りましたね。はい、で、最後ですね。こちら10月31日かな。こんな感じで。まあ観測してからこうなりましたという、報告動画を撮りました。で、これ最近かな、これは最近撮ったやつで、まあ増量今してるんですけど、増量してこんな感じですっていう写真ですね。あれから1ヶ月経ったんですけど、リンバルクって言って、そんなね、お肉つけずに筋肉だけをなるべくつけるっていう食事メニューで、そんなにね、普通に食べてるんですけど、あまり太ったりとかはしておりません。はい、こんな感じで、僕のダイエットは終わりました。はい、ということでね、ちょっと1ヶ月飛びだったりね、こうざっくりだったんですけど、いかがだったでしょうか。最初の頃とね、比べると本当に変わったなと思います。毎日自分をね、見てるとそんなに違いわかんないんですけど、ただやっぱり昔のね、その動画とか見ていくと、本当にね、自分顔丸くて嫌だなっていうのがいくつもある感じですね。増量と減量を繰り返して、全くね、トレーニングしなかった自分でもここまで痩せてね、ある程度の筋肉つけることができたんで、まあ見てる方、学生の方が多いと思うんで、すごいね、もう時間たくさんあると思いますので、忙しい方でも、ジム通ってとか、合間合間行ってとか、食事気をつければここまで変わることができますので、本当にね、代謝低かった僕でもできたので、ぜひ参考にしていただければなと思います。この動画少しでも参考になったら、ぜひ高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。今年ももうちょっとですが、変わらずね、動画頑張っていきたいと思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。